はいどうもお茶です。じゃあ今日はねジョニーを使ってランクマをやっていこうと思います。さあ誰だ、スレイヤー。なるほどなるほど、スレイヤーか。まあスレイヤーは別にコンボ面とかではね何も難しいことはないんで、もうザ中量級の基本的なコンボで OK なんで、そこはね本当に浅い僕のジョニーとしてはねありがたいですね。さあダウン取って、あ取れねえこれ。おっと受け身をしてこない。これね、あマッパか。あやっちゃった、あやっちゃった。6回6回に6回6回固めにステップでね抜けられるっていうリスクがあったりとかしてね、なかなかちょっと固め、マジピオレの？ピオリチ計算完璧やよ。お、ああまあ触られるとやっぱで、ね、スレイヤーは強いんでこういうこともあります。あやべ、いやこれ巻きたくないっすね。あースクソクソ朝ジョニーの欠点がま出た。あ安っパイルの賞金これってひどいっすよね。暴れるね。おんおんおん、わかったわかった。6回6回これいいっすね。多分無敵で割り込もうっていう、考えはないと思うんで。さあ、重量級だからコンボが結構難しいのか、スレイヤー。おっと、これはエンスでいいかな。はい。タッチ系に負けんのか。タッチ系でよかったか、俺も。ここでタッチ系を信じればよかった。天下のタッチ系。はい。勝利いったせいでどっちか分かんなくなった。コンボ的、コンボ適当すぎかよ今の。PPPPPPPD 冗談ミストとかで多分終わってましたね。いや俺ねちょっとサボっちゃった、 P だけでいいかなっていう。さあちょっとコンボがめんどくさそうだぞ。暴れた、うわーどうしよう、 D ステに対してどうしよう。 OKOK 上がった。あー痛え、そんな痛くねえ、ヘルファイアじゃないから。これダウン取れる OK。 さあどうする、おいい金馬、やだやだ死にたくない、あ死ぬこれ大丈夫、多分いける。おコンボ前、これどうだ、あー死んだ、やっちゃった。やっぱり敗因はね今のはなんだろうな、D ステで割るようになってきたんで、あーやべ、ちょっと片目をあれだね変えつつっていうか意識してやっていかないとダメですね。でもやっぱ基本は暴れる方、はいやったこれ、あは効かんねえけど OK。 どうしようかな、暴れ潰しからの下段しっかりガードしている。延々6回で暴れませんねこの方ね、しっかりジョニーを知ってますね。おっとこれは俺がスレイヤーを知っていなかったパターン。さあパイル寄らないでしょ多分ね。はい人確認できない、ゴミ、あできてたのに今。 OK これはね、うんやっぱレベル1の中段ミスト強いっすね、中段ミスト、うん中段ミストか、やっぱ立ち回りで最強っすね。クソみたいなリーチあるんでこれ、うんカウンター取るとダウン取れるっていう、結構ねこれちょっとディレイかけると暴れ潰しにも使えたりするのかな多分。よっぽど相手中段ミストに嫌がってますね、結構当たりやすい。さあレベル3、うん、やっちゃった爆せ。本当はねレベル3限定の投げ込みみたいなのがあるんですけど、あれね全然安定しないんで
ここはこうからのしっかり拾いたい。オッケー、しっかり拾えましたね。てか金エスで今拾えましたね。スレイヤーは金エスで拾えるのかな。なんかソルとかはエンエスになっちゃうんですけどね。 2K コインエンエスみたいな感じになっちゃうんですが、ここはしっかり金エスでね拾えたという。さあ投げこすってしまったぞ。正直あんまりいい選択肢ではない。レイとカウンターしたら大変なことになるんでね。やっちゃった。ほっ、ここはこう。はい。中断？はい。なんかスレイヤー起き上がり遅くない？気のせい。怖いよー、パイル怖いよー。さあ、バーサシ、あー、オッケー。え、これ無理だな。ディステの無敵で抜けられた？ダメだね、これ。バーストんだ。ここで読んでいく。あ、やった。どうする？擦るか？はい、正解。まあ正直、スレイヤー戦あんま擦りはね、危険っちゃ危険なんですが、まあ、やっぱそこも全部読み合いですよね。はい、すいません。補正来ちゃいました。タチピーが届かないとね、あるある。受け身に FD 貼ってない方はね、かなりの確率でカウンターしてくれるんで、あ、やべ。ダブルアップにつながるという。こう！さあ、どうだ？これはしっかり拾え、おっ、これ画面端、あー、なんかこういうの結構あるんですよね。ああいう時のコンボが本当に難しい。さあ、あんま手札使ってきませんね、この方ね。正直、スレイヤーの手札、つらいんですが、僕。あれ、結構見づらいっすよね、スレイヤーの手札ね。こう、からのこうを。さあ、ゲージをしっかりね、完成ツバキャンとかにもね、回していきたいですね。ばっこりばっこり。はい、レベル3だが、あれ、なってない。しっかりバースト我慢していきました。あー、ここは普通に中断ミストレベル1でバータイプラス、殺し切りみたいな感じになってたか。これ負けましたね。スレイヤーの2敗はね、とにかく強いんでね、下段に。さあ、そこでしっかり2敗を振る勇気。おっと、これはうん、暴れましたね。これはこれでいいんじゃないかな。はい、ダウン取れないの痛すぎる。コイン2枚しかないんだな。とまあただね、これ捨て取れで回収できるっていうのがいかれてる点ですよね、一つのね。多分ここはね、相手バータイを選択しようとしてきたんだけど、バータイになる前に俺がバースト開いたって感じですね。ちょっとゲージ腐れすぎですね。中断選択出ない。あー、キーも許しちゃった。どうしよう、ごめんなさい、ごめんなさい。なんかちょっとやっぱね、もうちょいとね、ゲージの使い道と、あと今回はちょっとスレイヤーに対する対策っていうかね、固めの抜け方みたいなのがね、結構おざなりになってましたね。いつも動画見てくださってる方とか、高評価とかチャンネル登録をしてくださる方、本当にありがとうございます。ってことで、今日はこんな感じになりました。失礼します。